ちはレキピーちゃんです。今日は、ね、愛知県蟹江町に来ました。蟹江城ってお城を紹介したくてここに来てます。向こうの方にね、公園が見えるんですけれども、紹介したいと思います。ここです。すごい、なんか見て、大きなね、蟹江城跡っていう。蟹江の地名の起こりについては定かではないが、この近くの河口部から海岸付近にカニがたくさん住んでいたことからこの名がついたと言われています。そういう蟹江町でした。ここはね、あの今公園になってるんですけれども、かつては蟹江城っていうお城が建ってました。あそこにね、とても大きな碑があるんですけれども、蟹江城跡という蟹江城跡、永享年間に北条時頭が築城したと伝えられる。天正12年、秀吉軍と織田徳川連合軍によるこの城をめぐる戦いがあり、織田徳川連合軍が勝利した。翌年城は大地震で大破し、現在はこの石碑と本丸井戸跡が残るのみと書いてます。この石碑とね、本丸井戸があるようなんですけれども、どこにあるかちょっと探してみたいと思います。で、井戸はちょっとここにはないみたいなので探してみたいと思います。あのどこにあるか、井戸がどこにあるかちょっと見渡す限りはわからないんですけど、ないよ。井戸ない。あ、そう、向こうの方にありました。あそこに井戸がありました。蟹江城本丸井戸って書いてありました。ここ見てください。蟹江城本丸井戸、ここがね、井戸になってます。何にも見えないんだけど、うわ、何にも見えない。見て、え、まあ、ここもやはりね、その他他のものにもここに確かに井戸があったこと。終わりをね、統一した若き織田信長はもういろんなね、作戦を考えていきます。信長はね、美濃を攻めながらも伊勢もね、市中に収めようとしています。そこに現れるのが信長の家臣、滝川和正です。信長はね、あの血筋にはとらわれず有能な武将を採用していったようです。有名なのがね、あの非戦の身から成り上がった豊臣秀吉。もう一人織田軍団の中で際立っていたのが滝川和正です。和正さんはね、近江甲賀忍者の家系に生まれた方のようです。そんな和正さんはね、鉄砲の腕を買われて信長に仕えたようです。若い頃もね、随分悪行をなしたと記録に残っています。内容はちょっとわからないんですけど、どんな悪いことしたんだろうって思いました。そしてね、この蟹江城から始まるのは北伊勢侵攻作戦。先陣を切ったのは滝川和正でした。Thank you.
ではね、今度は楠木城を紹介したいと思います。行きましょう。こっち行くよ。小牧城を拠点とし、美濃攻略と同時に伊勢侵攻作戦を始めた織田信長。蟹江から桑名へ拠点を移しながら、滝川一益を筆頭に伊勢の国人48家は次々と織田家に下っていきます。しかし最初にはだかるのは楠木城、楠木定隆。数で圧倒する織田軍に対し、降伏、海上、北伊勢を南へ進軍していく滝川一益。伊勢48家の一人として、そして神戸智則の家臣として山地壇上が高岡城で立ちはだかったそうです。ちょっと移動してね、三重県四日市市に来ました。この辺りに楠木城があります。令60年2月、滝川一益を筆頭に北伊勢侵攻戦が始まりました。一益はね、長島の一向一揆を刺激しないように、うまくね、この辺の48の国衆たちをね、うまく調略していったようです。そこにはね、織田家にまだ入ったばっかりの明智光秀がいて、一益さんについて一緒に協力してたようです。そうやってね、北伊勢の人たちをどんどん味方につけていったそうです。無駄な争いもなくね、織田の味方についていったこの辺のね、国衆たち。その頃ね、近江の浅井長政、三河の徳川家康、信濃の武田信玄と同盟を結んでいた信長はね、完全に美濃を包囲してました。で、そんなところでね、向こうに見えるのが楠木城になってます。あれは楠木城だもんね。で、ここね、ほら見てください。ここに見てください。楠木城跡って書いてます。すごい立派な、おそらくね、クスノキではないかなと思うんですけど、すごい樹齢何百年みたいな、なんかとってもね、立派な木が立ってますちょっとこの木がね、なんだかわからなかったんですけれども、ちょっとここ見てください。現在クスノキ城跡には、史跡を示す標示と看板のほか、町の木でもあるクスノキがそびえ立ってますって書いてました。やっぱりね、クスノキのようでした。はい、このね、クスノキ城の城主はクスノキ定隆さんって言うんですけれども、その定隆さんだけは信長の方に着かなかったようです。そうやってね、戦ってます。でも戦ったんだけど、結局はね、降伏してこの城を明け渡してます。どんどんね、突き進んでいくのは一益を筆頭とした織田軍です。そしてついに神戸智盛さんの高岡城に攻め入ります。でもね、そこに立ちはだかったのが智盛さんの軍師、山地壇上さんでした。彼はね、高岡城で織田の軍勢を打ち払ったと言われています。なんか向こうに向こうの方にね、神社があるんですけど、ちょっと楠木城のことにね、まつわるお話をおかしい。こちらに神社があるんですけど、楠村神社と言われる神社のようです。ここはね、楠木城市の一部を占める風呂屋と呼ばれる地区にあり、城主一族から崇められたと言われます、って書いてました。で、こちらにね、看板があります。楠木城と信長秀吉の関わりって書いてます。楠木城はどんな城？楠木城は国司北畠氏のもと、多くの黒人の対立抗争の続く中、英文3年に築かれた。楠木城は平地に築かれた中世城であって、城というよりも屋敷を塀や土塁、浅い堀で囲む簡単なものであったと考えられる。初代楠木城主あるある。楠木十郎正信は英文3年信州より来て楠木城を築き、初代城主となる。楠木十郎正信は楠木正成の妾腹のこと伝えられる。正成が湊川の合戦で討ち死にするが、この時妾は懐妊5ヶ月であったという。信州へ落ち、上諏訪の地で
無事誕生し元服して重郎正信と合したゆえ将軍足利義明の書状により上略伊勢の国中島に死後を与えられ百鬼の大将として楠木本郷に城を築き初代城主となった。楠木城信長と戦う織田信長は美濃を攻め取ると天下布武を目指して上略を考えるようになる。そのためには足元の北伊勢を平定する必要があった。永禄10年8月信長は美濃尾張数万の軍兵を率いて北伊勢へ進攻。楠木城にも押せ寄せてきた。楠木家は防戦するもかなわず織田軍に降参を請い先駆けの案内者となったって書いてました。そういう楠木城でした。ではね、最後に高岡城の方に行ってみたいと思います。行きましょう。今ね、高岡城に向かってるんですけれども、ちょっとね、駐車場までの道がね、こんな感じで細いです。でもちゃんとこの先にあるみたい、駐車場が、もうすぐね、あれなんかすごいね、本当に細くてね、あるなって感じ。あ、怖っ。ゆっくりね、ゆっくり運転してね。細いよ、本当に。本当にあんの？怖い。ちょっと左、右に寄りすぎて、左まだ余裕ある。ここに本当にね、駐車場あるのかなっていうぐらいね、細い。あ、ちょっとね、開けてきました。慎重に運転してね、ちょっと怖いから慎重にお願いします。うわー、本当に？なんかね、ちょっとね、本当にあるのっていうぐらいね、山道なんだけど。あ、でも本当にあった、開けてる。あ、ありました、すごい、見える石碑が立ってました。はい、ちょっと移動してね、高岡城跡に来ました。ではね、高岡城の跡を見に行きたいと思います。ここ全体が高岡城かな、ね、きっと山地壇上さんなんですけれどね、織田軍と戦ってね、1回は勝ってるんですけども、2度目で敗れてます。まあ、1回勝っただけでもすごいね、織田軍にね、勝ってすごい。わぁ、なんか見えてきた。わぁ、眺め良さそう。あ、こんな感じになって、見て見て、ここにありました、高岡城跡っていう、こんなでっかい石碑がありました。ちょっとね、眺めがね、すごい良さそう。私カメラです。すごい見晴らしいいです。なんか向こうのね、奥の方見えます、あれ伊勢湾になってます。今日ね、本当にお天気が良くて良かったです。駐車場まで来る道はね、すごいなんか狭くてね、ちょっと危ない感じだったんですけど、ここ自体はね、すごい綺麗に整備されてます。ほら、ここお弁当食べれるところもあるよ。ちょっとここ看板あるのでね、読んでみた、看板じゃないか、石碑にね、いろいろ書いてあるので読んでみたいと思います。高岡城は標高50メートル南に鈴鹿川と北に深い谷がある自然の要害地に築かれた山城であった。西の空堀付近は馬場の跡と伝えられている。城主は神戸智盛の家老知遊兼備の名称山地壇上であった。永禄10年初秋、織田信長の大軍が高岡城を攻めてきたが、これを防いだ。翌年2月、再度攻めてきたが、山地壇上は屈しなかった。そこで信長は三男信孝の養子を条件に和睦を施した。元亀2年正月、信長は知盛に隠居を命じた。主君知盛の不遇に義憤を覚えた壇上は謀反を企てたため不意を襲われて自害に追い込まれた。その後、信孝の血縁の小島兵部が高岡城主となったって書いてました。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしかったらまた見てね。バイバーイ。またね。バイバーイ。高岡城。